シンガプーラは猫の品種の一つ。小型の猫であることから小さな妖精とも呼ばれる。原産国は1970年に初めて発見されたシンガポール。現在公認されている純血種の中では世界最小で性病のオスでも 2kg ほどにしかならないと言われている。しかし、近親交配が減ってきた今では3キログラム以上ある。 オスの方が多いとされる。頭はマリー。体格は筋肉質で小さいアビシニアンのようにも見える。単毛種で毛色はセピアアグティのみ。目は黒のアイラインで縁取られたアーモンド型。目色はグリーン、ヘーゼル、イエロー。もともとシンガポールでは時折見かけられていたものの、現地の人に興味を持たれることはなく、1972年にシンガポールに生息する。 大きな瞳を持つ造牙色の猫の話に興味を抱いていて訪れたアメリカ人メドウ夫妻によってアメリカへ持ち込まれるまで広く知れ渡ることはなかった。その後、キャットショーに出陳され1979年に公認を受けるに至った。性格は愛情深くおとなしいものが多い。小さな暴れん坊という異名を持つ単盲主なため手入れは 比較的簡単。最近は3から 4kg まで大きくなることも多いため、飼う前にそのことを念頭に置いておく必要がある。大きくなる個体では 6.5kg を超えるものもいる。骨格の問題で工場小座りはできないか不完全。ありがとうございます。